リリアーナ・セグレはイタリアの就寝上院議員でイタリア大統領セルジョ・マッタレッラにより2018年1月19日に任命された。1930年にユダヤ人として生まれる。1938年に人種差別法の制定により学校を退学処分になると1943年に家族と共に逮捕され、やがて アウシュビッツビルケナウ強制収容所へ送られる。1990年以降、自分の体験を話すようになり、特に若い世代に伝えている。リリアーナと、父のアルベルト・ミラノのユダヤ人家庭に生まれ、父親のアルベルトと父方の祖父ジュゼッペ・セグレ、祖母、オルガ・ロエビと暮らした。母親のルチア・フォリーニョは娘が1歳になる前に、亡くなっている。家族は、世俗主義的だったため、 1938年の人種差別法の制定後に学校を退学させられるまでユダヤ人と自覚したことはないという。ユダヤ人迫害の強化により父親は偽造書類を使用し友人の家に娘リリアーナを隠した。しかし、娘が13歳の時、父親と親戚二人と共に1943年12月10日にスイスに亡命を試みたが、 スイス当局に拒絶されると、翌日バレーゼ県のファシスト党員により逮捕された。バレーゼに6日間拘束された後に、コもついでミラノへ移送され40日間拘禁されている。1944年1月30日に、ミラノ中央駅の第21プラットフォームを出発、アウシュビッツビルケナウ強制収容所へ7日間かけて、送られた。到着後すぐに、 父アルベルトと離れ離れにされて二度と会うことはなく、父は1944年4月27日に死亡した。1944年5月18日に、父方の祖父母が、この県のインベリー湖で逮捕されると数週間後に、アウシュビッツに送られ、1944年6月30日、収容所で死亡している。強制所での選別でセグレは腕に、 75,190というシリアルナンバーの入れ墨を入れられ、シーメンス管轄の弾薬工場で約1年間働かされた。強制収容されていた間に他に3回の選別を受けた。1945年1月下旬に収容所の撤退に伴い、ドイツへの死の行軍を経験する。百四十五年五月一日に、ソ連の赤軍によりラーフェンスブリュック、 強制収容所管理課の丸表強制収容所から解放された。アウシュビッツに送られた14歳以下の子供たち776人のうち生き残ったのはセグレを含めわずか35人である。ナチのホロコーストを経たセグレは家族で唯一の生き残りである母方の祖父母と一緒にマルケ州に住んだ。1948年に出会ったアルフレード・ベッリ・パチはカトリック教徒で イタリア社会共和国への忠誠を拒絶したためなちの強制収容所に送られながらも生き残った人物である。二人は1951年に結婚、三人の子供に恵まれた。道路に埋め込まれたリリアーナの父、アルベルトのシュトルパーシュタイン長い間セグレは強制収容所での体験を公に話そうとしなかった。ホロコーストを生きながらいた他の多くの子供たちと、 同様に、家に戻り、普通の生活をするというのはとても困難なことだった。またセグレは強制収容所の頃のことを聞かれても、嬉しいことは何一つなかったと記憶している。彼女が沈黙を破ることを決めたのは1990年代、初頭のことだった。学校や講演会に出向き、あの時代の出来事を若い人たちに伝え、同じ経験をした人や、もはや自分では、 伝えることができなくなった数百万の人を代弁した。ドキュメンタリー映像、メモリアにも出演しており、同作は1997年に、ベルリン国際映画祭に出展されている。2004年には、ゴチ・ハース・コビッツ・バウエルとギリアナ・フィオレンティーのテデスキと、共に、ダニエラ・パドアンによる、カム・ナ・ラ・ナ・ディー、インバー・ナンバー・コンバー・セッシュニー・コントレダンサプリビシュット・アド・アウシュビツでインタビューを受け、 2005年には、エマヌエーラズコラの筆による詳細な回顧録、サプラビスタード・アウシュビツ、リリアナ・セグレイ・フラルユル・ティーム・テスタモニー・デラ・ショアが出版された。2009年には、彼女のインタビューが、ロッコンティ・ディキエ・ソプリビスートというプロジェクトに掲載された。これは1995年から2008年に、マルチェット・ペゼッティによって行われた調査で、 ミラノのチェントロディダキアメンテッシュネイブレイカ、コンティンパーニアの委託を受け、ナチの強制収容を生き残って、当時まだ生存していた人たちの証言を集めたものである。また同年は、ロシアの詩人イツアーク・カツェネルソンが書いた、詩、ドスリット・フーノム・イス・ジハージネイがディスン・フォークに、触発されたモニオ・バディアのドキュメンタリー映画、ビナリオ21にも出演した。 2008年11月27日にトリエステ大学がセグレに法学名誉学位を授与し2010年12月15日にはベローナ大学から教育科学の名誉学位を送られている2018年1月19日にイタリアの人種差別法制定80年の年としてイタリア大統領セルジョ・マッタレッラがイタリア共和国憲法を 第59条をもとに高い社会貢献を表して、セグレを終身上院議員に任命した。これは、女性としては、カミーラ・ラベーラ、リタレビ・モンタルチーニ、エレナ・カッターネ王に次ぐ4人目の終身上院議員、就任である、イタリア大統領、セルジョ・マッタレ、ラによる、リリー・アナ、セグレの終身上院議員任命書。ありがとうございます。